当上四半期におきましては前期比大幅な増収増益となりました。また売上高各利益とも過去最高額ともなってます。国内事業それから海外事業ともともに前期比で大幅な増加となっておりますが、特に海外事業は大変好調でした。国内海外の売上高シェア海外が 38% も占めるというこういう状況になってます。またこのことは収益性が総じて高い海外事業の特性から売上高総利益率は 41.5% と非常に高い数値となり各利益大幅増加の主たる要因ともなってます。セグメント別の売上と利益はご覧の通りです。特に映像制作販売事業と版権事業が好調でした。10月27日付で上期及び通期の業績予想の情報修正を行いました。それを受けて下期の予想はご覧の通りです。下期以降の展開について大きく3つのポイントに分けてお話しさせていただきます。まずはドラゴンボール多面展開のさらなる協力推進。国内市場ではドラゴンボールスーパーが7月より放送開始され商品化、ゲーム、キャンペーン等を積極的に展開しております。一方海外では映画ドラゴンボール Z 復活の F が全世界で70億円を突破しました。次に映画ワンピースフィルム公開に向けた種まき待望の映画最新作を発表しました。ここへ来て国内における商品化も持ち直しつつありアプリゲームも依然好調を推移しています。当社得意の幅広い二次利用展開と宣伝施策を絡ませて映画公開を盛り上げつつ収益を上げてまいります。次に中国向け事業の収益基盤の安定化。中国向け事業が非常に好調で市場が急拡大している映像配信とアプリゲームの収入が伸びています。商品化を中心とした案件ビジネスを強化し中国市場での収益基盤の安定化を目指してまいります。続いて中長期の成長に向けた取り組みについてお話しさせてもらいます。映像作品の新企画制作プロジェクト推進オリジナル CG アニメのプロジェクトとして正解する稼働を企画中です。またオリジナル映画プロジェクトファイルネームプロジェクト PQ も進行中です。そして世界マーケット向けハリウッドホラー映画ホーンテッドテンプルの制作にも参加することが決定いたしました。次に当社のコア事業でありエンジンでもある企画制作部門への投資を引き続き積極的に進めてまいります。作品制作に関する工程及び管理業務の改善に向けた施策や新たな映像技術に関する開発にも積極的に投資をしてまいります。最後に現場主導で新たなビジネスを創出できるような体制基盤の整備を進めてまいります。